あ、そうしないしだ。むむむ、郊外だって。うんうん、郊外。むむむ、むんむんむ。え、インバウン、ユーフォー。少しは実名しだ。あのみんなに知らせてこよう。すごい勢いで走っていたな。何かいいことでもあったのかな。うん、こんなところに少しの石が捨ててある。なになに。宇宙人。あ、バカな。宇宙人なんて存在しないわけ。でもこの号外に書かれてあるのは。うん、私は宇宙人の存在なんていかないからな。こんな号外、ただのデッキあるに決まってる。だけど、気になるから調べるとする。グッグッグ。地球人ともね。やはり号外にした甲斐があった。ただの出来事を号外に掲載するだけで、こんなにお騒ぎになるなんて、ドロイぜ。まあな、宇宙人とコンタクトを実現していないのもあってな、これだけ宇宙人の存在意義を世に知らしめるとなると、もっとこの辺が今までよりずっと変わるだろう。だが、我々宇宙人はこの星に興味なんてない。征服するだけ。それを行うだけの義務がある。別に興味本位を持っているわけではない。ま、こんだけの地球人がいる星に号外を設けることを成し遂げれた今、我々は次のステップへ進行しつつあるのになのだ。正体がバレてしまったら、元も子もないからな。何？宇宙人だと。あ、今朝の新聞の号外に載ってたんだよ。でもさ、今時宇宙人って大騒ぎにならないよね。なのに号外なんかに載せちゃって、どうせでもなんだろうし、私は信じていないよ。まあな、今じゃそれっこも受け入れてくれないからな。でもね、嘘情報にも意外な発見があるかもしれんぞ。新聞を最後まで読んだのか。いや、大きく書かれている文字しか読んでないよ。どうしたんだぜ。私のミッションラウンド感知センサーがな、変な方角を向けててな。その宇宙人とやらをまさかミッションラウンドだなんて。そうかな。本当に宇宙人なのか、ミッションラウンドなのか。でもまだ確定できたわけじゃないんだしさ。だが、ミッションラウンドにも宇宙人とも取れる能力を持つミッションラウンドがいる。そいつはミッションラウンド262トルチ、といってな、火星人みたいな風貌で、人の交わりを常に避けて、陰気に生活を過ごしているのだとか。取り憑かれてしまうと、その人も陰気とかするらしいのだ。ねえ、宇宙人は存在しないというか、この262はどうかな。ひょっとしたら、この号外による原因を作ったのもミッションラウンド262の仕業かもしれん。信じがたいな。だけど、君がそういうのなら、確かめているよ。確信ではないけれど、号外に乗った宇宙人もどきはトルチの可能性が出ているのかもしれない。私のミッションラウンド感知センサーも動いているから、なおさら。では、小石を呼んでくれ。おい、小石、ケーキあげるから来い。はーい、ケーキ。よし、小石。ミッションラウンド大事だ。ケーキは。んなもん知らねえよ。ミッションラウンド大事が肝心だ。ふ、いいぞ。この時間帯はあまり人通りがない。これならゆっくりと観察ができるぞ。やっぱり、我々の星とはほど遠い技術を持っているな。我々の星にもコンクリートで敷かれた地面や高架があるけど、この星はみんなオシャレでしっかりしている。我々のセンスが侮辱されているようにも見えそうだけど。だが、こんなことを考えていてももうすぐだから、隙を狙って、征服をすればいいだけの話なのだ。無論、この星が我々のものとなれば、この辺も我々のものとなる。だからこんな心配をする必要は全く持ってないことだ。我はあくまでもアドリブをしているだけなのだ。あらあら、変わったお客さんですね。嘘。なんで、先まで人通りがなかったと思えば。あらら、とても超な異星人さんでしたか。すみません、ゆっくりさせてしまって。私はサナエと言います。あなたは何と言いますか。我の名前は教えることができない。なんでですか。何がいけないんですか。なんですか。何かしてはいけないことでもあるのでしょうか。それともそういうのはダメと決まっているんですか。それとも権力の証だから名前を教えれないのですか。なんでそうなっているんですか。特にバッテルルのが怖いからなんですか。そうなんですか。事実なんですか。そういう風になっているんですか。ね、面倒くさいやつだな。私もあなたのその職種を見るだけで興奮が止まらないんです。ですから、お名前だけは知りたいのです。あと電話番号も。うわ、こいつはたまたま詳しいぜ。きっとヘブライジンに何かされた人間だ。ここは見てるしかない。あ、待ってくださいよ。は、わ、なんなんだ、あいつは。我々の星にはあんな卑猥な発言をするやつなど来ないというに。この星ではああいうことを始めようとするのが常識なのか。我は小さい時地球に関してを学んだが、それを上回るとは。ここはどこだ。見たところによると酒場っぽいな。我の星の酒場と比べてもそう変わらないもんだな。違和感なくて助かるわ。へへへ、そこの異星人さん、
どうか私と戯れませんか。この声は私ですよ、サナエです。またお前か。ブブブブ、一体何が目的だというのだ。この我にそんな卑猥なことをしようか。無駄だぞ、後悔するだけだ。よしな。無駄なわけありませんよ。そんな気持ちの良さそうな食中を見ているといても立ってられなくて、だから私にその食中を置けて。やめろやめろやめろ、シアンブルー、それ以上言うとお前を灰にするぞ。いいか、卑猥なことを言うな。別にいいじゃないですか、私はもっとダイナミックなことをしたくて。だからダメなんだよ。ダメダメ、受けるぞ。そんなのに不足は存在しませんからね。じゃ、そっちから進まないのなら私からやってあげます。へ、おい、ちょ、待てよ。は、話せばわかるって。なあ、なあ、うわあ、は、は、勘弁してくれよ。もうこの体でいるの嫌になってしまった。恐るべし、地球人。下手をすれば我々より強い存在かもしれんな。よし、奴の姿はないな。助かった。あんなのに延々と追い回されていたら、今度こそ我が滅びてしまう。っていうか宇宙人なんてとうの昔の文明で滅んでいるんじゃ。そうなると今の時代で宇宙人を信じる、信じないはどこか矛盾してしまう。とうの昔の文明に滅びたのか、滅びていたのか。さすがの我にもそんなことを理解することは難しいのだ。手配手で成りすましをしているのは、やり方やるのかね。だ、誰だ。私は宝珠名というの。ステルスランチャーを使ってあなたの行動を見てたのよ。そしてついさっきの言葉であなたは異星人そのものになりすましをしているのね。となるとな、ミッションラウンド262スタイチ、かけてくるのかな。じっくり。ま、見た目だけですごく怪しそうだしね。む、まだ他のダイヤだったのか。ま、すごいだけられたら、もうはこのままはできないわね。だったら削除するのよ。そして妨害に無断で負けたのはやめて。む、む、まさかそう簡単に見破られるとな。やはり地球人は我々の文明を超越している。だからこうも簡単に見つけてしまう。そこが厄介で便利なのかもしれない。さすがだ。だが、我はミッションラウンド。でももともとは異星人なんだ。すまなかった。もうエセみたいなことはしない。ただ一つだけお願いできるか。それは何か。我もこの星に来て、人間が羨ましくなった。もっと充実な生活にできるように我もこの星で暮らす。悪いことはもうしないと決意した。だからだ、お願いだ。でも格別悪いことをしたら、私が注意しに行くからな、覚悟してろよ。私まで連絡じゃ、なかったんじゃ。ありがとう、約束する、絶対だ。なるほど、トルチは地球人っぽく生活するようになったか。それはよかったよかった。で、生活も充実してるんだな。そうらしいけど、一つだけ不満があるらしいんだって。トントン。トルチさん、いらっしゃいますよね、上がっていいでしょうか。せっかく人間の生活を送ろうとしていたら、まだあいつが我を狙っていたのか。もう勘弁してくれよー。